平野紫耀、号泣と感動、の金プリ卒業で次の、5つの選択肢。岩橋玄樹、タッキー、米国韓国名古屋。一直線男の進路はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日で、 p n g o p スからは平野紫耀26、岸優太27、神宮寺勇太26の3人が脱退。平野と神宮寺は同日で事務所からも退場した。岸は9月30日に退場。金プリは5月23日から長瀬連24と高橋海斗24の2人組での活動がスタートする。 5人は22日ジャニーズウェブうちのブログを更新。平野さんと共に最後に更新した高橋さんは、心配をかけたファン、ティアラへのお詫びの気持ちと脱退した3人への愛を綴りました。平野さんは、金プリを辞めることの寂しさ、目標が達成できなかったことに対するジャニー北川氏、去年87への謝罪、そしてティアラたちへの感謝を記しています。 女性誌ライター。秋まで事務所に残る騎士と違い、すでに辞めジャニーズとなった平野と神宮寺。引退説も囁かれる神宮寺に対して、平野には多くの進路予想が報じられていて、まず平野さんを筆頭に3人全員が今後の進路に関しては一切公言していませんでした。5月22日までは金プリの一員であって、先の話をするのはハン。 そしてメンバーに対して礼を書くことになるという考えがあったと言います。だから一切口にしなかったと。ただ周囲からは平野さんは韓国やアメリカなど海外で活躍することを目標にしているという話が出ましたよね。その一つが2021年に金プリを脱退した岩橋玄樹さん26を返したアメリカ進出説です。 女性編集者、岩橋は3月18日、世界的俳優ウィル・スミス、54も所属している、アメリカ・ロサンゼルスに本拠地を置く事務所、360と、エージェント契約を締結したことを報告している。また、元キャットタンへの赤西人、38、元カンジニエートの西木戸良、38、山下智久。 38、ラオークのやめじゃにと交流のある外国人プロデューサーのジェイ氏が、現在、岩橋のマネージャー的な役割も担っているとも言われているため、平野もそこに合流するのではないか、そう囁かれているのだ。次に考えられているのが BTS、アンフパン、ジャスティン・ビーバー。 29、アリアナグランデ、29、など、世界的アーティストが所属する韓国の大手芸能プロダクション、ハイブへの移籍説です。ただ、これについては、ハイブの今後の取引先を考えると、現実的ではないとも言われていますね。全道。近く、ハイブでなくても、韓国プロダクションはあり得るハイブを、ユニバーサルミュージックグループ、UMG。G と、アメリカを拠点とするガールズグループを立ち上げる計画を2021年11月に発表している。しかし、ユニバーサルミュージックはキンプリが契約しているレコード会社。ジャニーズ事務所との今後を考えると、ユニバーサルミュージックと大プロジェクトを進めるハイブが平野たちとすぐに組むのは考えづらいだろう。 実際に平野さんは関係者を通じてハイブに一筆席を打診したけれど断られてしまったという話も囁かれていますね。しかし、ハイブに限らず韓国では海外展開をしている芸能プロダクションは珍しくない。そのため、ハイブではなくても韓国の事務所に行くという方向性自体は否定できないのかもしれないですね。海外進出の面では 日本のプロダクションより韓国のプロダクションの方が明らかに進んでいますからね。前での女性編集者。他方で5月18日発売の女性セブン小学館では平野が周囲に1年は休みたいと話していること、海外を目指して英語の勉強など充電期間に入るのではないかと報じられている。 この話を受け有力視されているのが名古屋拠点説です。平野さんの実家は愛知県名古屋にありますが、家族の中は極めて良好で平野さんは家族をとても大切にしています。加えて名古屋は国内外の収容都市へ出かけるにあたって、交通の便は抜群。 新幹線に乗ればすぐに東京に行けるし、愛知県には中部国際空港があってすぐに海外に飛べます。それこそ韓国なら2時間境で行くことができますからね。全道、岩橋と合流説、ハ部説、別の韓国プロダクション説、旧洋で名古屋拠点説、これに続く新たな説が5月23日発売の週刊女性、シフ生活者。 で報じられている。かくまさかのタッキーズも話は平野が退場を検討し始めていた時期まで遡るという。2022年10月にジャニーズ事務所を退場して現在は芸能事務所とべを立ち上げて動いている滝沢秀明氏41との合流説です。平野さんが退場を決断した時期に 滝沢氏が平野さんを、いわゆるタッキーズに迎え入れるべくスカウトしていたと報じられています。現実的なことを考えると、真っ向からジャニーズ事務所に対して喧嘩を売るような形になるため、所属の可能性は極めて低いでしょうが。ちなみに5月22日に金プリを飛び出した3人ですが、一緒に動く可能性は低いと見られていますね。 岸さんは9月末までジャニーズにいるわけだし、昨年11月の脱退報告の際、3人からは海外という言葉が出ましたが、目標が完全一致しているわけではないと見られています。神宮寺さんには休養、引退説も出ていますが、各々が目標に向かって進んでいくことになるのではないでしょうか。前での女性編集者。 平野は2022年7月に、モア、集英社にて自分を公表していた。基本的に何かを選ぶときは迷わない、タイプ。迷わないのはきっと直感で選ぶからなんだと思う。人生の決断について聞かれても僕はあまりピンとこない。 こっちの方が楽しそうあっちの方が楽しそうと心の赴くままに歩いたら気づけばここにいた今も昔もそんな感覚なんです。目標に向けて直感を大切にして一直線に動く彼の人柄がうかがえる。5人の金プリにとって最後の歌番組である5月20日放送のベニュー 101NHK で平野さんは最後の曲 Beautiful Flower では、歌いながら号泣しつつも、最後のありがとうというフレーズもメンバー、ファンの皆さんにも言えたので、すっきりしましたと、すべてを悔いなく出し切っていました。金プリをやり遂げた平野さんなら、新たな目標に向けて一直線に、心に感じたまま動いてくれるはず。まだどんな進路を選ぶかはわかりませんが、 小さくはまとまらず、皆をあっと驚かせてくれるのだけは、間違いないのではないでしょうか。全能。5月22日でジャニーズ所属のキンプリの平野仕様を卒業。5月23日からアーティストの平野仕様となった彼の行く先にあるのは、一体。近く、後ろ姿が泣ける、キンプリが、KNG&P する。ピンスル で見せた背中で語る浴衣ショット平野は神宮寺と一緒に花火職人の協力で最後の思い出として特製の打ち上げ花火を作った。